私も両作品普通にねこうアニメも北海道でもね、放映されてたものですから、一視聴者としてもね楽しんでいた作品だったので本当に楽しい、イベントごとでしたね。そんな感じで、楽しい週末を過ごしてきたわけなんですけれどもね、なんか2月は1個イベントがあるだけであっという間に過ぎてしまう感じがありますね。もう戻ってきたら最後の週となってしまってました。はい、なんかうさかめコーナーのこのお題あんまりやってなかった気がしますけども、2月のお題はですね、ドキッとする異性の仕草を言葉ということで、多分たくさん来てるんで、一気に、この後紹介しようと思います。まだ、滑り込み、大丈夫だと思いますので、お薬忘れてたというあなたはぜひお急ぎください、はい、まだ大丈夫はい、心を打つメッセージをくれたあなたにはトラカテ賞としてお得グッズをプレゼントいたします。さとめコーナーの他にもぜひね各コーナーへお便りください。コットングルメ、そしてコトコト恋バナ、もうね、佳境に入ってきますよね、受験生の皆さん、進路のこと悩んでませんか？コトコトおすすめのコーナーにぜひね、お悩み相談してください。それから、叱られたいという方はコトコの小言などなどございます。